小さいな。ちょっと待って。書いていきたいと思います。意味わからんよね。いや僕も意味わかってない。まあ経緯ね、経緯を説明します。あ、フェイズで一番センスのなさちゃんだ。そうです、我こそがフェイズナンバーワン清掃うたたねなさ、よろしくお願いします。いやー、今回はなんでね、あの遺言書を書こうと思ったかなんだけど、僕実は毎年、何回かこの話したけど、毎年毎年遺言書を書いてて、あの死ぬつもりはないです。もう2億年生きてるので死ぬつもりはないんだけど、いつ死んでも悔いが残らないようにね、伝えたいことを伝えるために、もう事細かく葬儀の方法まで僕は書いています。死んでもなおうるさいやつなんですけどね、この機にみんな遺言書を一緒に書かないっていうお誘いの配信です。毎年恒例なんで、僕はね、本当はあの V の友達を誘おうと思ったんだけど、なんか不謹慎かなって思って、My friend VTuber誘えませんでした。僕は勇気がなかった。清楚な朝、Yes, say so. Must say so, mother. Okay? Everyone, Fred's connect. Number one, must say so. うたたねなさ、 okay? Okay? あれ、絶対嘘だろ。嘘だろ。コンタコンタ、そう。定期的にね、やっぱ、死んだ時どうしたいとかアップデートしていかなきゃね。日々僕たちは進化するんで。ということでね、みんなちょっと僕のナンバーワン聖書を疑う声が多々寄せられていますが、どう見ても聖書でしょ。見て、この聖書そうなお顔。清楚。顔面国宝だよ、もう。もうこれ清楚の塊よ。ほら、このつぶらな瞳、見てみんな。
なんてセンスなのかしら。ということで、どういうこと？まあまあまあ、清楚のナンバーワンはもう僕って決定したからさ、そこはみんな受け入れてくれ。また来年すると思うからさ。はぁ、ブオーン言うて、今でっかい飛行機が飛んでますね。ちょっと待ってくださいね。ブオーン、ウォ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 ーン。おぉ、消えましたね。消しました。よしよし。ということで、今日は書いていきたいと思います。ごめん、配信画面なんだけど、僕自分で書くタイプなんだよね。ちゃんと用意してんだよね、紙を。でアナログなの。本日はデジタルじゃなくてアナログ派なので、筆ペンなの。用意してくれた？ねえ、紙と筆ペン用意してくれた？みんな、よっしゃー、やっていくぞ。書いていくぞ。去年の僕の、今から紙の ASMR 始まるから、よし。去年の僕のちょっと読むか。ちょっとどんな感じで書くのかっていうのをね、教えてあげるわよ。去年はね、葬儀に関しては、葬儀に関しては葬式ですが、締めっぽいのが大嫌いなのでしなくていいです。バカだなこいつ。魂が成仏しないなんてことないので、勝手に成仏します。気にしないでください。その代わり、お別れ宴会などを開いてください。ケーキやビンゴ大会とかあればなお嬉しいです。焼く時だけ棺桶に僕の大好きなひまわりと金木犀とスノードロップをたくさん入れてほしいです。全然ユリ入れようとしないなこいつ。ユリの花はあまり好きじゃないのでやめてください。注文が多い。あと、いい匂いをさせたいので、パン粉と柚子を入れて焼いてほしいです。いや、美味しそうだなー。いいね。骨になる前に美味しくなってみたいです。バカだなー。ちゃんと去年の僕バカだなー。ちゃんと全部灰になるので、よろしくお願いします。とのことです。葬儀に関しては。バカですね。しっかりバカでした。はい。もうね、もうこんなんでいいのよ。遺言書なんて。味見していい？やべえやつおる。やばいやついるよ。大丈夫？もう骨のカスしか残ってないけど、それでもいい？遺産の分配？僕の家貧乏なので、ちょっと遺産とか、ないですね。僕の家、超絶貧乏なので、もう岩の中に立ってるんで、家っていうか洞窟なんで、もうあれ、狼来たら吹き飛ぶんで、何も残しませんね。そう、じゃあ代わりに三分パスか、誰がうまいこと言えと。何の話してんだよ。ほら、遺言書ってさ、遺産相続とかそういったこと書くのかな。まあまあまあ、僕はね、そんなカテゴリーにはまらず好きなことを書いてもいいと思うんだ。だから今日は自分が思う遺言書を書いていきたいと思います。ということでね、じゃあまずみんなスタート位置ついた？遺言書って
書いた紙持ってる。そこからだからね、みんな遺言書、遺言書、よし、そうだな、マイクラの白紙化ハウス、何があったのか僕は分からんが、あえて聞かないことにしておこう。ということで、じゃあ書いていきますよ。まず僕なりの遺言書の一つ目、何を書くかというと、今まで生きてきたお気持ちですね。お気持ち表明です。そうです、お気持ちツイートです。そう、今まで生きてきたこのね、2億年の感想と、あとなんだろうな、感想と感謝の言葉とか、残したい言葉とかをここに書いておきます。いいですか。2億年も生きてたら銀行にちょっと預けておけば利息ついた。利息？お主、こんな道具帳の中に ATM があると思うのか、お主、銀行があると思うのか。ないぞ。ここは、電気がギリギリ通る山の中だぞ。何にもないぞ。もう、2億年前から現代にかけて何もないぞ。ないのかじゃないんだよ。書くんだよ、オラオラ。よいしょ。じゃあ、そうだな、僕は、まあ、今までお世話になった人たちへのまず感謝を書くか。僕が今まで生きてこれたのは、周りの素敵な人たちのおかげです。いや、こんなね、こんなの遅刻万歳の僕と仲良くしてくれて誠にありがとうございます。本当にそう、みんなも綴ってる、ちゃんと心の中でも綴ってない、書くんだぞ、ちゃんと一緒に書くんだぞ。ちょっと一人は寂しいからよ、みんな一緒に書いてくれ。作業用 BGM でもう一回書いてくれ。恐竜美味しかった。タウト、お主書いてないな、お主書いてないな、絶対に。恐竜美味しかった。いやー、やっぱティラノらへんがね、やっぱ良かったわ。草食系のね、ステゴザウルスとかをね、ちょっと胃の中で蒸した感じの美味しさ。そう、ティラノの肉と草食系の恐竜の蒸した肉が一緒に食べれて、とてつもなくデリシャスでした。はい、これ2億年前の記憶ね。2億年前のやつね。僕が今まで生きてこれたのも周りの人たちのおかげです。こんな寝相と寝起きの悪い僕をいつも
優しく迎えてくれてありがとう。そう、フェイズコネクトメンバーのさ、ミーティングさ、たまに日本時間 JST だったら朝の5時とかおかしいだろう、おかしいよな。いや、不満とかじゃないんだけど、朝の5時とかに始まるの。朝5時、僕が朝5時ってなってるわけ。でも起きてさ、ミーティングに入った瞬間にさ、なんかもう JP 勢はもうふにゃ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 みたいな、もう寝てんの。もう目がもうこうなっても開いてないもんっていうね。でもまあそんな多分半分以上聞いてないミーティングでもみんな優しくね受け入れてくれて、で、わからない英語を日本語に直してくれて、ムーミさんは社長が僕が何を言っているのか聞き取れないのを知っているので、ちゃんとこうちゃんに、ナサさんこういうことですよってチャットを送ってくれて、本当にね助かりました。全然眠気と英語がわからないので、もう全然何を言っているのか、もうスピードランニングを眠りながら聞いているような感覚参加する意味はあるんだよ、意味は。はよ日本支部作ってもらって日本支部ゴリラさん、はあ、ゴリラさん、はあ、おお、キン、あ、キング、あ、キングトゥプロテクターオブサディガールズかな、合ってるかな。 Thank you very much. Peace. Heart peace special. これはどういう意味が込められているのか、ふん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 、読みといたわ、読みときました。これはね、ナンバーワン、フェイスコネクト内ナンバーワン戦争、おめでとうの、おめでとうのスパチャだね、これは。そういうことだな。サードガールズ、ナイスパー !Thank you! ありがとうございます !Thank you! ナンバーワン戦争ナス、Thank you!コンタコンタ、いらっしゃいませ。そうだよ、山から出てカナダという魔境に降りるしかない。いやもうね、カナダ、カナダ遠くない？もうただでさえ僕下界降りるの遠いなと思ってんのにフェイズコネクトがね、カナダに本社があるから、カナダに遊びに行きたいんだけど、さすがに何時間フライトをしないといけなくなるのか、僕は怖いです。ちなみに僕高所恐怖症だからね、言ってたかな、僕高所恐怖症なんだよ。ドラゴンのくせに高いとこ嫌いだからほぼ飛ばない。もう歩、のっそのっそ歩いてっかね。木登りは別なんだよ、木登りはチューブラリンじゃないから、木があるから、あれは木は信用できるから、折れない木と倒れる木も見極めつくからNext rank! Next rank! Thank you! Every day, thank you! 毎日毎日ありがとうございます。僕たちの
フェイズコネクトのねサポーターと作業をしていただきまして本当にありがとうございます。ネクストローンナイスパー Thank you ありがとうございます。おい全然遺言書かけてねえぞ。おい全然最初の3行くらいから止まってんぞ。そう木と地面接してるかセーフ、そういうことな、そういうことなんだよね。そうだよ僕の考えラフテルの民と一緒だから、もう地面はね性質となるもの。やばい僕の今ナンバーワン清楚もらったこととちょっと混ざったわ。ごめん地面が清楚ってどういうこと？あのね違います。言いたかったことは違うんですけど、まあね清いものですね。清く尊いもの地面は。だから地面と接してたら大丈夫なんだけど、空中ブランコとかね、あと飛行機に、あとバンジージャンプとかね、ああいうもう地面ないじゃんみたいな、もう物浮いてんじゃんみたいなとこは信用ならん、信用なりません。そう東京タワーとかスカイツリーとかは大丈夫なんだよ。もう地面に反り立ってるから、地面にねちゃんと足がついてるものや人は信用できますいいですか皆さん教訓ですよ。ハッピーニューイヤー、違う次元に生きてる人がいる。ハッピーニューイヤーはぁもう何でもありかよ。いや僕さ時差よくわかんないから、どことどこが何時間時差があるって瞬時に計算できないからさ、まあ、ハッピーニューイヤーって書かれたら、あここはもう年越してんのかなと思っちゃう。え年越してるとことかあんのかな、もう。え一番時差があるとこってどことどこなんだろう。えお腹なら、お腹なら、やばいやばい。世界でも早い方、あ、そうなんだ。世界でも早い方。僕が一書きしちゃうか。すまないな、みんな。先に未来で待ってっからよ。2023年で待ってっからよ。みんなも追いついてきてな。ナシャちゃん、誕生日おめでとう。もうカオスなのよ。もうカオスなのよ。僕の誕生日3月なのよ。正式な3月32日なんですけど、ないんで。はぁ、おめでとうございますじゃない。ふぅ。おい、こんなことを言ってる場合にちょっと書くぞ。僕が筆が進んでなさすぎるぞ、みんな。誕生日じゃない。ノーラスハッピーニュー。ね。ハッピーバースデー&ハッピーニューイヤー。オッケー。フライング。乗っていくからな、みんな。やっちゃうかな。乗りいいかな。無駄なところで乗りいいからな。よしよしよし。ちょっと僕のふむふむふむ、そうそういつも迎えてくれてありがとうだ。僕をいつも優しく迎えてくれてありがとうって書いた後に、次にですね、今年毎年まあ書いてるから今年の一
年の感想とかをね、周りの人の感謝の次は今年の感想を書きたいと思います。ハッピーハロウィーンハッピーハロウィーン&ハッピーニューイヤー&ハッピーバースデー、イエーイ。今年は私はとても1年が早く感じたね。1年が早く過ぎたように思います。今年何もしてないかな。今年何もしてないかな。あ、話したっけ？フェスに行ったわ。フェス、そう、いろいろつながっちゃうんだけど、僕足を怪我してたことがあって、足を怪我してた時期がこの間まであったんですけど、それの元凶ね、まさに元凶がフェスなんですね。フェスで足を怪我し、その怪我した足が原因で転び、で転んだ先が悪く、松葉杖状態になってたんで、真の原因はフェスですね。これ真の原因はフェスだわ。今気づいた。これもう衣装でも何でもなくなってきた。違うよ、衣装っていうのは、衣装って言っちゃダメだよ。死なねえから遺言書だ、遺言書だよね。遺言書はポジティブな遺言書だから、これはいいんだよ。好きなこと書いちゃえ。私はとても1年が早く過ぎたように思います。フェスやあと何かあったかな、何かあったかな。ちなみに英語で衣装って何？英語で衣装、イングリッシュ衣装、Will よ、待ってね。 Will Wow 遺言書は Testament Testament じゃあ僕が遺言書を作っていますと言ったら、遺言書を書いています。書く。お、I am writing a will。 ちょっとな、I am writing a will だそうです。Testament OK 書いてるのはテスタメント。そう、ちょっとみんな勉強になったな。遺言書はイングリッシュ、英語でテスタメント OK。 イエス、行くぜ。ほうほう、フェスやあ、なんかそういえばなんか部屋に幽霊がいるんだよな。僕まだ多分部屋に何かいるんだよな。フェスや心霊現象、フェスや心霊現象、
など。フェスや心霊現象など、様々な、楽しいことが起こりました。これみんななしちゃんがおかくれ遊ばすって思うのでは。もうちょっと日本語わからん。おかくれ遊ばす。おかくれ遊ばす。夜逃げってこと？違うかも。死なねえから。俺は死なねえからよ。大丈夫。もう2億年来てるんで、逆にね、逆に何があったら死ぬんだって感じ。ポジティブテストメイト、OK？ 勉強になったな。僕も今日本語の勉強もしてる今。おかくれ遊ばすって言うんだ。なんか京都の言葉かな。かっこいいね。日本語と英語の勉強ができるのは僕の配信だけ。全然使わないのよ単語。この単語絶対使わんのよ。しよしよし。大丈夫？みんな書いてる？もう僕半分ぐらいまで来たよ。そう、まあいろいろあったけどね、今年1年も全部楽しんでちゃんと供養できたわ。死んでないから大丈夫。死ぬこと以外はかすり傷ってやつだな。ふんふん。ふんふん。でですね、では今世はね、バカでドジな僕なりに、バカでドジな僕なりに、たんなりに、ほうほう、幸せでした。ちゃんとね、今まで幸せだったよっていうことをアピールしていきましょうね。 BGM がハウルしてるってよ、マジ？どうしてだろう。あ、OK。 Thank you。 OK。 まあ、もう楽しんで生きてきましたよっていうことをちゃんとね書くんですよ、遺言書にも。幸せでしたと。まあこれ僕が後から読み返すよっていうか、誰かに読んでもらうように書いてるからね、みんな。はい、次。はい、次。僕が飼ってるボスですね。ボスですが、寂しがり屋で、甘えん坊なので、週一でチュールをあげてください。よしよし。こうやってね、残されたボスの
育て方までちゃんと、機嫌の取り方までちゃんと書いておく。なんで優しい飼い主、ま、猫ちゃんチュール大好きだから、チュールあげとけばなんとかなる。 あとね、爪切りの際も、爪切りの際もチュールをあげながらお願いします。じゃないとね、むちゃくちゃ噛んでくるからね。もう出血多量だから、こっちが爪切りでボロボロだからね。ナイスベリーベリーキュートのカップ。オッケー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 。マヤマヤメッセージングアップ。オッケー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 。ノーキャップってこと？あーね、ナサキャップ、ノーキャップ、ノーキャップ。スマーがみんなノーキャップってどういうことなんだ？ノーキャップとは何なんだ？これはもしかしてネット用語か、英語版ネット用語か。ノーキャップ。あー、そうだそうだ、ピッパに習ったんだ。いや違う、ね、ピッパ50個ぐらい教えてくれたからね。忘れてるやつある。ピッパー Thank you! No cap! マジでそう、これイングリッシュでの日本でのマジかかマジでが、英語ではノーキャップっていうらしい。ノーキャップ、マジかイコールノーキャップ。 Yes, yes, yes、 そういうこと。この FR はね、確かね、 FR はね、なんだったっけ、クーサーみたいな、それロールだな。クーサーみたいな、クサーみたいな感じだったよな。そうだよな、みんな。ちょっと待って、FRFRFR ほんと、あ、OKOKOK、 ノーキャップイコール FRオーケー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 、そういうことね。ノーキャップの上位互換が FR FR イコール、あーノーキャップイコール、あーマジで、そういうこと。 F だけだったら、ご愁傷様ですっていう意味だよね、あれ。もうそれでいいよ。投げやりになってるやつ、俺で置いてかないでよ、僕置いてかないでよ。これ次ギャルの間で流行るから、みんな頼むわ。ギャルピースの次に FR 来るからよろしく。NASA good no cap thank you NASA good good thank you 、うん、僕はマジで神だし、はあ、すごいな。まあ、こんなね、こんなことも学びつつ、最後の最後に葬儀のやり方を僕は書きたいと思います。みんな書いてっか？
僕だけだろ、絶対遺言書書いてんの、この配信で。おいしょ。NASA is NASA。 NASA は NASA。 おいこら、みんな僕の英語力で遊ぼうとすんな、バレてんぞ。バレてっかな、バレてっかや、わかるから。 This is a pen みたいな感じだから、それ。 NASA is NASA is NASA is good。 Yes is Yes, no cap, no cap。 No cap, I am no cap good, OK?よしよし。んでもって、葬儀なんだけど、あのね、最近まで僕神様信じてなかったの。去年の僕の遺言書を見るとですね、よ、葬式ですが締めっぽいのが大嫌いなのでしなくていいです。魂が、成仏しないなんてことないので、勝手に成仏するので気にしないでくださいって書かれてるんだけど、あの、僕最近神様をだんだん信じるようになってきたので、ちょっとやっぱ葬儀してもらいたいな。よいしょ。今年はもし死んだら葬儀をしてほしいです。勝手なやつだな、こいつは。僕なんだが、今年はもし死んだら葬儀をしてほしいです。ですが、締めっぽいのが嫌いなので、どうしよう。締めっぽいの嫌いだからさ、何する？何しよう。去年はね、ビンゴ大会を葬儀で開いてほしいって書いてたんだけど、あ、葬儀の BGM いるな。ちょっと待ってね、葬儀の BGM は、葬儀の、あ、入場曲、葬儀の入場曲は僕のオリジナルソングを使ってほしいな。待って、結婚式みたいな。ねえ、プランの立て方がだんだん結婚式みたいになってきてるよ。違うよ、葬儀だよ。天国と地獄、忙しいな。葬儀するときに僕、棺桶の中で天国と地獄流れながら入場するの、やべえな。これからどっちの門くぐるんだって感じ。そうね、乾燥剤ばらまいとくのいいね。腐んないしね。いいね。あ、みんなそうだ。ちなみになんだけど、あ、これは僕が仕入れた情報なんですけど、あの、葬儀のね、棺桶、ほんとかわかんない。でも、ま、僕が聞いた話によると、棺桶の中ってドライアイスをね、敷き詰めてるわけ。あの、遺体がね、腐敗しないようにドライアイスを敷き詰めてて、だから棺桶の中に、まあ、顔を突っ込みたい気持ちはわかる。あそこをなんか顔突っ込みたくなるよな。わかる、わかるんだけど、あの、棺桶の中に顔を入れるのはやめましょう。そう、あれだからね、ドライアイスのこもってるから、棺桶の中って閉まってるから、基本的に換気してないから、急にね、クラーっと来て、そのままバターっと行って、そのままピューって行っちゃうからね、ダメだよ。危ないからね。そう、棺桶に顔突っ込んだらもう一個棺桶横に並べることになんかね、それだけは皆様気をつけて。
お久しぶりです、初見です。もう嘘ついてんな最初の2行でもう嘘ついてるやつおる。今年もよろしくお願いします。まだだな、来年だな、まだ2022年だな。おかしいね、ちょっとこの配信おかしいぞ。何かが食い違っているぞ。みんな大丈夫か。気を確かにするんだ。まあ、とりあえず入場曲だけじゃ決めよう。 BGM はね、多分お経だから。 BGM はお経でしょ。で、入場曲、よし、棺桶の入場曲って何がいい。棺桶の入場曲、棺桶の入場曲、でも今から旅に出るって考えたらドラクエとかよくない。でててててててたーて、ありだな。主人公そもそも棺桶から始まるんだけど、ありだな。じゃあドラクエにしよう。ドラクエにしようよ。入場曲は来世の次のね、旅の始まりなんでドラクエ で、まあ、BGM はお経でしょ。そうそう。ほんで締めっぽいのが嫌いだから、葬式で何しようかな。あれは？あの、いやでもな、僕はやってみたかったゲーミング棺桶っていうのがあるんだけど、ゲーミング棺桶する？あれやってみたいわ。うわ、ボスがめっちゃくしゃみしてるわ。ブエクシュー言うて。ゲーミング棺桶しよう。あの棺桶の下に LED ライトを巻いて、で暗い中ドラクエの入場曲とともに七色に光り輝きながら入場する。すごくない？理想じゃん。ディースが締めっぽいのが嫌いなので、ゲーミング棺桶、てかゲーミング棺桶を使用してください。なんかさ、いろんな可愛い棺桶あるよね。あのハート柄の棺桶とか、ああいうね、ドラキュラが入ってそうな可愛い棺桶いいよな。できれば、よいしょ、できれば棺桶、可愛い棺桶でよろしくお願いします。オッケー。 RGB 区分って画像検索したら出てきてくさ。何が、あわあわあわ、何がちょっと検索していい？気になるわ。なんだだったたたたたあるやん。あるじゃん。こっけー、なんだこれ。わー、ナイスナイスナイス、 RGB 僕これがいい。
ちょっと頼んどこう。これがいい、かっこいい。めちゃくちゃかっこよくない？みんな検索した？ RJ わー、クールクール、ナイス。いいな、これみんなこれでさ、これの中に入ってドラクエの行進曲で入場するんだよ。これ未来の門出じゃん、確実に。これ SSR 転生だよ。だってもう色的に SSR 決まってっから、絶対次すっごい、まあ、すっごいボインの美女に転生するよこれ。うわー、ナイスナイスナイス、これがいい。いいね。ちょっと店内暗くして、店内っておかしいな。葬式場少しだけ薄暗くして、これでね入場してもらう。 OKOK。 でまあ BGM はお経で、で中に入れるものだね。思い切って遺骨とハエもゲーミングにしよう。どこで色を塗るんだよ。一体全体どこでゲーミングにするんだよ。どうやってゲーミングにするんだよ。さんで中に入れるものは、中に入れるものはやっぱり美味しい匂い、焼いてる時に美味しい匂いしたいから、美味しいってなって、やっぱ僕魚が無理だからさ、パン粉だよな。パン粉最強、練ったパン。練ったパン粉と、最近美味しいなって思ってよく食べてる大地。いいよね大地。もう練ったパン粉とライチで絶対美味しい。いい匂いする。そんで、あとなんか思い出の品とか何入れようかな。魚さんじゃん、我らの CEO じゃん。危ないよ、魚さん。焼いたら美味しそうな匂いしそうだもんな。他はやっぱあれか、攻略本とか、次の来世の希望をかけて、自己啓発本を入れとくか。人生の自己啓発本を一冊くらい、生まれた時から読めるやつ入れとくか。よしよしよし。いや、魚さんはね、赤身だよ。白身と赤身あるけど、魚さん赤身だからね。他にはまあ、ユリの花があまり好きじゃないから、やっぱひまわりとか入れてもらおうか。よしよし。餃子のタレ、一気になんかじじくさくなったな。おい、かわいい棺桶とゲーミング棺桶の中に餃子のタレ入れるやつおる？おい、餃子のタレはやばいだろ。そしたらラー油もいるだろ絶対。よいしょ。まあ、これくらいかな。まあ、あと、まあ、枕入ってもね、
枕入ってる抱き枕欲しいな。やっぱ死んでもなおちょっと寂しいものがあるから抱き枕欲しいね。抱き枕よし、これくらいだな。まあ入場曲はドラクエで、 BGM はお経、中に入れるものはネットパン粉とライチと自己啓発本とひまわりと抱き枕。いいね。で、可愛いカラオケに RGB を LED ライトをつけてゲーミングカラオケ。最高だ。最高だよ。ワイもお供していい？どこに？どこにかによるな、これ。よっしゃー。でね、他何か、もしね、もし死んでしまった時にやってほしいこととかを書いとけば完璧です。もし、あ、骨をどこに巻くかな。でもさ、なんかやっぱり骨ってさ、土の中にいるよりかも、僕はね、空に飛びたいので、死してなお高所恐怖症を乗り越えて空に飛び立ちたいので、骨は、海は怖いからな。骨は空に撒いてください。どうやって？なんかミニロケットとかで骨を入れてさ、そう空に撒いてほしい。できれば骨は空に撒いてください。いいね。やっぱ空をね、自由に飛び回るという夢がここで叶う。これは空からみんなのことを見てるよっていう暗示にもなりますし、すっごいいいわ。カラスにあげる。カラスもいらんやろ。カラスキラキラ光ってたらいるかもしれん。あ、だから LGB が必要ってこと？つながった？一周してきた？もしかしてフラグだった？あれは。まあ、その骨は空に巻いてください。で、もうこれでね、僕としては結構、あ、そう、あと携帯のね、携帯のパスワードとパソコンのパスワードを書きます。 CS、 ほうPC パスワード。ほうほう。よし、これでね、これで見れるようになるから、これでね、もしなんだ、これを世に出せなかったっていう後悔がなくなるから、もう完璧だよ。完璧。それでは、1時間かけて書いた僕の、今年の、来年のかな、来年と今年の遺言書を読ませていただきますので、皆様、ご清聴お願いします。僕が今まで生きてこれたのは、周りの素敵な人たちのおかげです。こんな
寝相と寝起きの悪い僕を、いつも優しく温かく迎えてくれて本当にありがとうございます。今年はとても1年が早く過ぎたように思います。フェスや心霊現象、あと骨折など、さまざまな楽しいことが起こりました。今世はバカでドジな僕なりにとても幸せで楽しめたかと思います。飼ってる猫のボスですが、寂しがりで甘えん坊なので、週一でチュールをあげてあげてください。爪切りの際もチュールで気を引かないと血だらけになるのでご注意ください。ボスのこともよろしくお願いします。そして今年はもし僕が死んでしまったら、葬儀の方をやっぱり行ってほしいです。ですが締めっぽいのが嫌いなので、できればゲーミング棺桶を使用してください。あ、できれば可愛い棺桶でゲーミング棺桶を使用してください。そして入場曲はドラクエで、BGM はお経でお願いします。僕の棺桶の中に入れるものの表を書いておきます。1つ、練ったパン粉、2つ目、ライチ、3つ目、自己啓発本、4つ目、ひまわりの花、5つ目、抱き枕、この5つをお願いします。ユリの花は嫌いなので、入れないように、飾らないようにお願いします。そして最後になりますが、できれば骨は空の方に巻いていただけると助かります。僕の遺言書、ご清聴ありがとうございました。最後に携帯とパスワード、あ、最後に携帯とね、PC のパスワードを書いて終わっています。ここまでがね、ここまでがもう最強よ。もうこれ読んだら、もしナサちゃんが、ヌシちゃんがどこかで何かあっても、自分の意思をね、こうやって書いてくれてるだけで、ああ、いい人生だったんだな、今年はそういう感じだったんだな、あ、葬儀はこうやって行ってほしいんだなってわかるから。これでね、いつ死んでも大丈夫よ。いや、死なんけど。サビの部分飛ばした？サビの部分ってなんだ？遺言書にサビもクソもないよ。そう。にゃー、いろいろあったけどね、2022年も本当に楽しく、もう終わりよければ全てよしだから。人生ってそういうもの、多分。うん、よかったと思います。みんなはどうだった？今年1年てか遺言書書けた？絶対書いてないよね。 100% 書いてないよね。ちなみに抱き枕は1位カバー付きとかじゃなくていい？ちょっと困っちゃうだろ。そんな1位抱き枕入れてたらねえ、来てくれた人が顔を拝むときに、あれだ、なんか隣にあるわってなっちゃうでしょ。ダメだよ。そう、ちゃんとあの機能性のいいね、抱き枕を入れてほしいわ。もう肩とかバキバキだから、腰と肩もバキバキよ。前半と後半の落差がひどい。ちゃんと感謝の歌のうち、やっぱ自分のしたいことは書かなきゃね。みんな自分のやりたいこととかね、
夢とか成し遂げたいことは口に出したらもん勝ちよ。そう、知らんけど口に出したもん勝ちよ。ポジティブシンキングでこれからもね、2023年生きていこうな、みんな。そう、あ、2023年になって、明日ですね、明日の、まあ、昼か夜くらいにマシュマロ読む配信をしようかなと思ってますので、そちらよかったらマシュマロ投げてください。お悩み相談室とかも2023年ちょっとこんな僕でよければ開きたいなと思うので、うん、よかったらね、どうでもいい悩みから深刻な悩みまで待っております。生きていこう。そう、みんなアドバンテージライフ。あ、ボスがなんか怒ってますね。あ、なんか怒ってますので切ります。なんかもうすっごい音立ててますね。あ、こ、あ、あ、僕のガーディーのぬいぐるみ、あ、完全ね。あ、もう終わりたいと思います。すいません、ちょっとガーディーを救出すべく僕は終わりたいと思います。すいません、2023年に向かってね、みんな頑張っていきましょうね。ということで本日はお通じでございます。皆様また明日お昼と夜に会いましょう。それでは行きますよ。おつうたー、バイバーイ。ちょっと待ってね。じゃあ、バイバーイ。